ウェブラジオ各週配信野崎くん。こんにちは、鹿島優役中原舞です。こんにちは、アシスタントの桜中役小沢ありです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。パーソナリティに中原舞さんをお迎えしております。ウェブラジオ各週配信野崎くん。この番組はテレビアニメ月刊少女野崎くんのメインキャストを持ち回りで MC に迎えて、リスナーの皆さんとコミュニケーションを図るウェブラジオです。そうです、イエス2回目。そうですね。どうですか、ちょっとは慣れました？これで4本目になるのかな、このラジオが。プレフォース入れて4本目だから、どう、初めてなんでしょ。ラジオは初めてで。そうだよね。先輩と話すのはちょっとドキドキしますね。でも基本的にさ、はい、やっぱり今のところ誰かとラジオやるってなったらみんな先輩じゃない？本当だそうですね。そうだ。どっかな、慣れてきた？慣れて、2回目がやっぱり慣れてきますよね。最初はやっぱりね、僕ががっつり話すのが初めてだし。私とやる2回目ね。そうですね。前回も2回目の方が良かったですね。2回目というか、プレじゃない方、1回目の方。そうか、中村くんたちの。はい、なんかやっぱ解き放たれていきますね、緊張感がちょっと先にさ、はい、ウォーミングアップしといた方が良かったかな。あれやまあれやまって言ってる。大丈夫です、さっきしたじゃないですか、ウォーミングアップね。蜂の子見て、蜂の子見てやったねそう、スタジオに蜂の子がね、ありました、瓶詰めの。ちょっとびっくり、食べたことある？あれないです。私ね、昔おばあちゃんが、なんか今蜂、親が出かけてる時間だからって言って、蜂の巣まで蜂の子取りに行ってたの。わざわざ愛媛に住んでたおばあちゃんがね。じゃあ食べたんですか？いや、私どうしても食べらんなくて、でもおばあちゃんなんか殻入りしてた。あらおばあちゃんしかもさっき見た蜂の子ってちょっとちっちゃめだったでしょ。はい。でも、ね、めっちゃでっかい、なんかカブトムシの幼虫かなって言って。そんなにですか？そう、いや本当にね。お母さん、これ女子で喋ってるラジオです。どうしよう、どうしよう、私が振ったんですけど、さっきマカロンがあって、ね、そうだね、超可愛かったんですよマカロン虫の蜂の巣ってみたらすごい、なんていうの、こうマカロンの赤と蜂の子のなんかちょっと茶色感じがすごいいい感じだったね。共存してました。共存してたね。お母さんの携帯に共存してました。共存してたね。あ、今日はさ、はいはい、ゲストが、はい、いらっしゃるんですよね、もう一人ね。ゲスト初めてです。あ、ゲストパーソナリティ私たちゲストですけどね。もう私はもう、まパーソナリティ様としてアシスタントだったらいいですよね。私はアシスタントでございます。はい、ちょっともうちょっとしたら出てきますので、お楽しみに、楽しみにしていてください。では参りましょう。ウェブラジオ各週配信野崎くん、略してのラジ、言えないな、のラジ配信第3回目始まりのお時間です。はい、月刊少女野崎くん原作コミックス第5巻がついに発売。宮前さん&前野さん編集コンビとタネポンの表紙が目印。コミックス月刊少女野崎くん第5巻はスクエアエニックスより好評発売中です。ウェブラジオ各週配信野崎くん。どうしたんだいお姫様。フィーチャリング鹿島優。学園の王子様が言いそうなセリフをひたすら口に出してみる、どうしたんだいお姫様、フィーチャリング鹿島優ということで、細かいコーナー紹介は省略します。皆さんから届いた王子様フレーズ出てこいや。はい、もう出てた。まずは知ってただろネームゆらさんからいただきました。3秒前2、1、どうぞ。僕の愛の方向ベクトルは君にしか向いていないよ。エコーがかかりました。耳が幸せです。私ね、今回もらったメールでこれが一番好きなの。あ、そうです。高校時代の理系の後輩に使ったら気に入る、それ言った、この方も言ったってことですか。そういうことだよよくない、なんかいい感じの中二病臭がすごい。これ、あ、理系の
いい、かっこいいですね。頭いいとは言うことが違うなって、こういうことを言うんですね。嘘嘘、本当に私もちょっと小馬鹿にしたんだけど。本当ですか？ねえねえ、なんかね、もう声が良ければ何でもいいかなみたいな、そんな感じがします。そっか、ちおちゃんにはストレートに刺さったんだね。私ストレート派なんで。なるほど、はっきり言った方がね、響きます。私ちょっとなんか曲がっちゃったのかな。一番好きだったんですか、これが。うん、好きだった。じゃあ続いて、してただろうネーム、カレーうどんさんからいただきました。3秒前、2、1、どうぞ。君、メガネかけてない方が可愛いよ。もちろん、メガネをかけていても可愛いけどね。要は可愛いってことですよね。メガネかけてる人とメガネ外してる人。え、女の子ですか？うん、どっちでもいいよ。キュンとする。そう、メガネない方がいいかな。メガネある方がいいな。今日メガネしてきたんだ。それですか、こういうやつですか、こう目が。今日この後ね、ゲストに来てくれる方もね、メガネかけてた。今のカット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 。メガネがいいな。そうだよね、メガネ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 。言わせてるから聞かないね。やった。はぁ、面白かった。メガネ、私はメガネは、私メガネ男子大好き。おお、はい。なんかどういうメガネがいいとかありますか？似合ってれば何でもいい。でも本当そうですよね。確かに似合ってれば何でもいい。なんかでもこの間テレビでメガネのここの額のところにカメラがついて盗撮できるみたいな。ちょ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 、どういうところ見てるんですか？いや、タイムリーだったね。メガネネタがタイムリーだったなって思って、なんかそういうメガネもあるんだなって思って。いや、でも盗撮しようにも結局自分の目線だから相当なことになりますけどね。脳内保存しておきたいみたいな感じで、ちょっとまあ脳内じゃないんですけど、こう額からこうね、カメラで。きっとあれですね、スキーとかゲレンデでね、疾走感を取りたいみたいな。確かに、そういうやつですね。そういうやつに使いましょう。はい、はい、続いて、してただろネーム、モリリンさんからいただきました、こちら。はい、はい、3秒前、2、1、どうぞ。俺の目をちゃんと見て話せよ。そしたら俺の気持ち分かるだろ。あ、気持ち悪い。私やばい、今私こっちからピロってなんか出そうなんで気づいてます。超かっこいい。いや、なんかこう自分で選んどいてなんだけど、私ね、上からってダメみたい。これがリアルだったらちょっとあれですけど、いいんです。いいの、ハイさんが言えば。私メガネの目見ていいんですね。どうしたどうした、大丈夫だ、やばい、キャラクターが。そう、私今日迷ってたんですよ。このコーナーやったら私絶対ハーハーしちゃうって思ったのに、でもどうしよう、ちよちゃんというキャラで私はここにいるって思って、まあおざわりでやってるからいいかなって感じで。そうだよ、ちよちゃんにもきっとそういう一面あるよ。野崎くんってなってる。私新人なのにもうこんなに気持ち悪いの出して大丈夫かなってそう思ったんですけど、私嘘つけないから、これやったらしょうがないですね。もうそうだね、こんなん出しちゃいます。大丈夫だ、愛してくれるよ、そういうアリちゃんのことも。マイさんは、私も愛してるよ。やったー、もちろん愛してるよ。やったー。じゃあ大丈夫です、生きていけます。大物だな、これ。次、最後です。はい、してただろネーム、亀湯旦那さんからいただきました、こちらです。はい、3秒前、2、1、どうぞ。パラパラパラ、さあ乗って、僕と首都高を走ろう。来た、 SUV だ。王子様だ、本物の王子様だ。宝、私これいい。これすごいですね。うんうん、これネタですね。パラッパラッ、本当にパラッパラッ書いてある。すごい、首都高走れるんですか、馬って。あれ、馬って首都高走れますよね。ダメだ、ダメだっけ、ダメだ。確か法律変えよう。大きく出ましたね、法律変えよう。すごい、首都高走ってみたい。馬で乗ったことある？馬、あります、あります。
あるあるうん茶色かった。どっちでもいいわ。あ、走らなかったです。歩きでした。そうだよね、初心者はね。はい、うん、あ、そう、でもこれ好きだな、走ってみたい。ありますか？しなくて、うん。あ、まだないんですね。できれば、はいはいはい、あの、なんていうの？時代劇みたいな感じで階段を走りたいの。あれですか？ドゥルーみたいな。あれです。あれか。ああいう感じでね。すごいハードですよ、実は。そう、なんか和系の王子様に連れ去られたいね。和系の。そう、どっちかっていうとね。わかります。和系の王子様。和系の王子様がいいな。ふんどし。ふんどし？和系。和系、ま、でも、ふんどしですよね。確かにふんどしっちゃふんどしですか。うんうん、もう変態。さあ、ということで、いいのね、このコーナーこんなんでよかった。いや、キュンキュンしました。本当に良かったですけど、以上、キュンキュンしたけりゃ僕を呼べ。どうしたんだいお姫様、フィーチャリング柏優でした。月刊少女野崎くんのブルーレイと DVD 第1巻が9月24日に発売決定。野崎とみこしばが歌うキャラクターソングを収録したスペシャル CD やメインキャスト出演のイベントチケット優先販売申し込み券を封入。さらにミニ OVA などの映像特典のほか、メインキャストによるオーディオコメンタリーも収録。ただいま全国のアニメイトとアニメイトオンラインショップでたぬき缶バッジがついてくる早期予約キャンペーンを実施中。どうせ買うなら今すぐ予約しようね、お姫様。皆さん満を持してですよ、はいはい、スタジオにお客様がお越しくださいました。いらっしゃいませ。月刊少女野崎くんのオープニングテーマ、君じゃなきゃダメみたいでおなじみ、大石正康さんです。ようこそ、こんにちは。こんにちは。反対の反対の反対の、はいはい、反対の。違います違います。オープニングですですね。ねえ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、どうも。はじめまして。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。すごい、顎が細いんですね。見た目。そのね、いきなりディティールをこういじるっていうね。びっくりしたんですよ。なかなかね、ラジオで伝わりにくいパターン。本当だ。ありがとうございます。いやいやいや、でも本当にね、もう初めてお会いするのに、もう初めて会った気がしない。そうなんですよ。なぜか、大石さんとは。共通点が。たくさん、まずメガネですよね。そう。今日すごい二人メガネ似てるんですけど、どうしちゃったんですか。どうしたんでしょうね。どうしちゃったんでしょう。すごい。どっちもこう、ね。あの、伊達感がありますよね。そうなんです。あの、レンズ抜いてるんですね。抜いてますね。さっきのあの、はい、カメラのやつもそういう太いやつでした。ついてないよ。あのね、メガネの盗撮のカメラの話は、もうやめましょう。違いました。外で大笑いしてましたけど。ありがとうございます。はい。もうやめましょう、はい、もうやめましょう。ついてないですからね、僕ら二人で。そうなんです、ついてない。何も盗撮なんでしょ。二人の共通点すごい。そうなんです、プロフィールを見させていただいたら、はい、なんと愛媛県出身ということで。そうなんです。愛媛の宇和島市というとこ出身でして。でね、さっき蜂の子の話ありましたけど、愛媛。いやいや、僕は食べないですよ。食べないですよね。おばあちゃん取ってきませんでした。いや、うちのおばあちゃん取ってこないですね。おかしい。イカタの方だけなのかな。今食べます。あるもんね、あるから。蜂の子、おばあちゃんって。いやいや、だからうちのばあちゃんは取ってきてないですからね。そうでした。そうでした。のおばあちゃんは取ってきてないんですよ。そうなんですよね。ねえ、本当にびっくりしました。嬉しいですね、愛媛の共通。いや、本当嬉しいです。なかなかいないんですよね、愛媛県出身の方ってね。そうなんですよ、なかなかね、見当たらなくて。でもこうやってお話ができるの嬉しいですね。嬉しいです。若干残念なのが、うん、野崎くんが愛媛放送してないというのはちょっとね。ああ、それだけがちょっと残念なんですけどね。そうなんですね。ATX しかダメ。ATX と、まあ、あと、ギャオとかね、まあ、ニコニコ動画での配信だとか、でしか見れないかもしれないですけども。ラジオは聞かれてるから。聞かれてるかもしれないですよね。バッチリ。うちのおばあちゃんとかも録音してるかもしれない。おばあちゃんネットをこうやって。次の実家帰った時なんか、蜂の子撮ってるかもしれない。
そうですね、ぜひ教えてあげてください。いやいやいや、教えたいなくなるんで。イカタチョだけですからね。イカタチョでも一部かもしれない、ね、一部かもしれないですね、うん、うちのおばあちゃんだけ。そうなんですよ、大石さんが、はい、8月の27日にそうなんです、君じゃなきゃダメみたいをリリースされる、はい、ということで、はい、じゃあまずは、うんうん、早速なんですけど、はい、曲の方を聞かせてください。曲紹介お願いします。はい、8月27日に、リリースします、大石正義君じゃなきゃダメみたい。夏もりないけど、やっぱりティンジャンでか聞こえティンジャン、それ頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい、そう今すぐ君に会いたい、君に会って確かめておいたい、世界のことは定義、幸せのカテゴリー、まだまだ君も知りたい、こんなセリフ誰でもないけど、そんなにカッコつけよってだって始まりゃしない、君じゃなきゃダメみたい。8月27日発売、大石正義さんの君じゃなきゃダメみたいをお聞きいただいてます。わー、生フォーかっこいい。これはやっとかないとと思って、まああのね、リスナーの皆さんにもこれで本物かどうか認証されたと思う。ちょっと面白い兄ちゃんじゃねえんだぞ。そう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 、愛媛出身のね、たまたま兄ちゃんじゃないんだぞ。兄ちゃんじゃないぞ。めっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あのギターって弾いてる？あのギターも弾いてます。アコースティックギターも弾いてますね。かっこいい。今回は、作詞も作曲も、それからまあ、はい、アコースティックギター、エレキギター、それとあと、まあ、シンセサイザーとか、あと歌、コーラス、全部やってます。はい、これ、いやすごい。どのぐらいかかるんですか？そうですよね。あ、でも全部やるとなると、結局レコーディング終了するまで1ヶ月ぐらいかかっちゃいますね。自分でデモ作って、うんうんうん、でミュージシャンの皆さんに渡して、うん、でこんな感じで叩いてください、ベース弾いてくださいみたいなのも一応指示してみたいな感じで、あと今回生のトランペットとかも入っているので、まあ、そのトランペットとかも入れたりとかするのもなかなか時間がかかったりとか、はい、でそれで結局1ヶ月ぐらいかかりましたかね。へー、すごいよね。今回が、あの、全部やるのって初めてなんですか？はい、そうですね。アニメソングの、うん、あの、主題歌として、こんな風に全部やらさせていただくのは初めてですね。まあ、もともとあの、サウンドスケジュールでバンドを組んでたりとか、あと、ソロワーク、漢字の方で大石正義って書いて、ソロワークもやってるんですけども、はい、そちらでは、あの、全部アレンジとか歌とかはやってたんですけども、まあ、こんな風にこうカタカナ名義でやらさせていただくのは今回が初めてということで、ドキドキしましたよ、1話目。あ、そうなんですか。もうね、1話目全然入ってこなかったです。だから入ってこないのも分かったから、一応家でも録画しつつ、うん、生でもリアルタイムで見つつ、うん、ツイッターでつぶやきつつみたいな感じで、もうね、二段構えで一話目見ましたけども、もうね、緊張しすぎて、うん、やっぱりなんかこう、え、一話目とか緊張しませんでした？緊張しまくりました。え、生で見れました？見ました。見れました？一回じゃちょっともう入ってこないんで。それ僕使ったやつ。あんただ。さっき僕使った。じゃあなんか正直もう何回も何回も見てます。あ、そうなんですね。エンディングとかもやっぱ自分歌ってて、反対の反対の、はい、ドキドキするんで、こう何回も何回も。いや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 、あのね、はい、これね、面白い話があってね、はい、ヒゲドライバーさん、はいね、はいはい、これ実は、はい、もともと僕がやってたサウンドスケジュールってバンドのファンだったんです。ええー、!?CD も普通に持ってはるらしくて。ええー、
で、この間ツイッターで絡みがあって、はいはいはい、オープニングって大石さんなんですかみたいなリプライが飛んできまして、はいはい、ヒゲドライバーさんじゃないですかっていう話になってCD 持ってますえーみたいな。そんなことあるんですね、うん、ね、嬉しいですね。すごーい、つながった、つながった、お会いになってないまだでもそうそうですね。もうなんかこういうつながりを本当に嬉しくって、音楽やっててよかったなと思いますし、で同じ番組をねこんな風に盛り上げられるっていうのはまたこれは嬉しいことだなと思いますね。すごい、すごいことですよ、ね、その一員だよ、エンディング歌ってるんだから。そうですよ、 ありがたいよ何かこうオープニングを、はい、作るにあたって制作秘話みたいなのとかあったりします？制作秘話ね、あまり特になくて、でも特になかったのが制作秘話かなと個人的には思ってまして、っていうのも、うん、歌詞も曲もめちゃくちゃできるの早かったんですよ。歌詞なんて多分僕実質書いてたの5時間ぐらいちゃうかな。それは早い方なんですか？めちゃくちゃ早いですね。そうなんですか。半年ぐらい かかる歌詞ももちろんあったりしますし、半年で僕の中で5時間ってなんてかなりハイペースというか、でそれもまあ原作もね、もう擦り切れるぐらい何回も何回も今出てるそのまあね5巻までずっともう読み返してこれでパッてこう浮かんだ時に5時間ぐらいでバッと書けちゃったみたいな。じゃあ結構原作に沿ったっていうか、その世界観を大事に作られて。そうですね、僕のテーマ的にはこれ野崎くんのキャラ出てくるキャラクターさんたちが、うん、もうあまりにもキャラ立ちしてるんで、はいはい、この人たちの気持ちになることは不可能だなと思ってですね。だから野崎くんの高校の隣の高校で起きてる、なんか野崎くんの隣の高校、自分のストーリーみたいな感覚で書きましたけどね。なんか男性目線です、一応ね、はい、でもその野崎くんの世界観みたいなものはその踏襲してるというか、なんかそんな感じで一応書きましたね。でもまあ野崎くんのストーリー自体がもう各々にその君じゃなきゃダメみたいっていうベクトルがねベクトルがね、はい、そうそうそう、どん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 こう入り組んでるわけじゃないですか。でそれでこう起こるドタバタ劇というか、それがものすごく面白かったりとかして、なんかそういうところも一応頭の中に入れつつ書いたりはしましたけど、ただこの人たちにはなれないなと思いましたね面白すぎて、はい、キャラクターがね本当に個性豊かですから ね。あとカップリングのお話も聞きたいんですけど、はいはい、カップリングはどういう曲が、ね、タイトルがですね、はい、純情可憐書店屋ガールというですね。え、おー、純情可憐書店屋ガール、恋愛なんですね。じゃあそっちもこれも恋愛なんですけど、これちょっとね、うん、まあ用意してきたんちゃうかこのトークって言われるかもしれないですけど、はい、これ実際にあったことなんで一応言いますね。まあちょっとアニメイト TV ということで、はい、僕実際に最近よくアニメイトとかに、まあ、行ってるんですけど、行くんですよ、はい、それはまあ市場調査も兼ねてはいはい、野崎くん買ったのもアニメイトだったんですけど、まあそれで、はい、行った時にですね、たまたまですよ、うんうん、僕の目の前で野崎くんの第一巻を持ってる女の子がいてて、レジに並んでて、うわっと思って、はい、後ろにオープニング歌ってるやつおるみたいななんかそんな感じになって、でそこからなんかこういうこうなんていうのかな、自分は、はい、見えてるのに向こうからは全然見えないみたいな、こうなんか一方通行の恋みたいな、はい、行為みたいな、なんかそういうのを歌にしたら面白いんじゃないかなと思って、でそれが本屋さんでこう展開されてるみたいな、なんかそういうイマジネーションで、ちょうどその野崎くんのカップリングの曲を書いてる最中だったので、まあ、それで一応その着想から楽曲が出来上がっていったんで、まあ、ぜひね、聴いていただきたいなというふうにも思いますね。へー、面白い。そういうふうに、曲を思いつくときって、はい、ふとした瞬間からなんですね。そうですね。なんか、本当に、それこそ今日のね、蜂の子の話がなんか歌になるかもしれないですし。楽しみにしてます。いや、ならないけどね。ならないけど。いや、なるって言ったじゃないですか。いやいや、なるかもしれない。かもしれない。ね、いやちょっと蜂とかいう単語にはもう私これからすごい敏感になりますから大石さんの曲めっちゃチェックしますからね。蜂とか B とか言い始めたらあれだあれだってチクリチクリと
みたいな。そうそうそう。ハートにチクリとみたいな。君のハートにチクリと刺すぜみたいな。刺すぜみたいな。どないすんねこの曲。あらいやいやいや、ありがたいですね。でもね、こんな風にもう、茶化していただいて。本当に。茶化してって、ゲストに言わしちゃダメだよ。いやいやいや、うわ。先輩ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫です。いやでも本当にね、オープニング、はい、たくさんの方に聞いていただきたいので、そうですね、ぜひ8月27日発売、はい、君じゃなきゃダメみたい。皆さんぜひよろしくお願いします。ということで、はい、何か話、そびれたこととかありますか？ツイッターやってます。あ、ツイッター。はい。こちらもね、ぜひ、うん、野崎くん関連の話とかも割とツイートしてるんで、はいはいはい、ぜひともですね、うん、まあ、フォローしていただけたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。じゃあ私もこの後すぐにフォローします。はいはい、あら、ありがとうございます。すいません。はい。というわけで、本日のお客様、大石まさよしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。テレビアニメ、月刊少女野崎くんのオープニングテーマ、君じゃなきゃダメみたいと、エンディングテーマ、裏表フォーチュンが、角川メディアファクトリーより8月27日発売。お求めは近くのアニメイトや CD ショップで。よろしくお願いします。ウェブラジオ特集配信、野崎くん。さて、お送りしてまいりましたウェブラジオ各週配信、野崎くん、まもなくお別れのお時間です。はい、番組では皆さんからのお便りを募集中です。お便りの投稿はアニメイト TV の番組メールフォームからお願いします。ということで、まいさん、2回にわたってお世話になりました。ありがとうございました。なんか今日すごい困らせたんじゃないかなと。いや、私ね、もう出会うたびに、はい、会うたびに、はい、いろんな一面を知ってるよ、ありちゃんの。いやー、なんかね、あ、こんなに、はい、こんなにっていう。だい、今日結構素です。すっごい楽しかったです。ああ、優しい。ありがとうございます。見てくださってる皆さんにも、きっと伝わったんじゃないかな。私も、こういう、ちゃんと、こんなやつを、こう、まとめられる、先輩になっていきたいなって、超思いました。10年後かな。長いですね。10年って。10年って長いよ、ね、意外とね。そう、それでね、はい、5巻発売中なので、はい、皆さんぜひ見ていただきたいなと思います、うん、アニメの方も原作の方もよろしくお願いします、うん、お願いします。では今回はこの辺で。お届けは鹿島優役の中原舞と桜千代役の小沢里でした。またねー。